皆さんこんにちは。レックス認定講師の根本です。これより2024年合格目標会社法相当法21点アップ特訓講座始めていきたいと思います。第1課の講義前半になります。まず初回ということなんで、この講座のコンセプトを説明していきます。合格ラインが、この辺りだと思ってください。直前期の受験生、この合格ラインまで全部を網羅的にやろうとする。気持ちは分からなくないんですが、網羅的にやりすぎて一つ一つが薄くなる。結果総合点が全然上がっていかない。そういった受講生を多く見てました。ふと思ったんですよ。この試験って絶対毎年出る分野ってあるんです。だったら、そこを固めるのが最優先じゃないのと。まず毎年出る分野、そこをしっかり固める。で、その上で、その後、この部分まで、この上乗せを直前期でどんどん固めていく。これが効率的じゃないかと思うんです。毎年出るところをまず固める。その上で、その上をどんどんやっていく。この固める作業を、できれば、3月末まで。どんなに遅くても、4月末までに、やりませんか。3月まで、4月までに、まずは土台作り。土台の点数を作っていきましょうよ。それが今回私は実践するこの66点アップ講座になっていきます。その中の今回は会社法商業登記の21点アップの講座になります。はい、じゃあその上でこの講座どう進めていくのか。その後2番、講義の進め方及び復習法というのを見てください。この講座ですが、レジュメの方は4ページ、偶数ページ、5ページ、奇数ページに分かれます。で、こちらの方の奇数ページ、この奇数のページはその分野のまとめ図表です。偶数ページはそれに対応する問題です。その問題の中には、過去問もあれば、オリジナル、当連問題も入っています。こちらの方、見開き1ページで、やるべき問題が左、覚えるべき図表が右、という形で構成しています。じゃあ次は講義です。講義自体は、この右の表を説明していきます。右の表をこちらポイントポイントをどんどん指摘するという形でやっていきます。で、その上で皆さん復習の時はこの右の表のは軽く確認する、もしくはもうほとんどねさっと見るぐらいにしてしまって、左側のね問題を解いていってほしいんです。で、これ問題を解く、で問題を解いて間違えたとしましょう。例えば3番の問題を間違えたとします。そうしましたら右のページから星の3というのを探してください。それが入ってなかった知識なんです。左のページの1問1答の問題と右のページの図表はリンクさせています。自分がどの知識が入ってないのか、左を解く、入ってないのを右で確認するっていう作業をしてってほしいんです。じゃあどの問題解くべきなのっていうと、初学者の方であれば過去の番号は振ってるもの、これは絶対やってください。
これは私が今までずっといろんな行動をやりながら、この問題、この過去問はいるぞ、といったものをとにかく厳選して入れたものです。厳選した過去問集だと思ってください。そして3回目以降の受験の方は、できればこのオリジナルっていうものまで手を出してください。手を出してください。このオリジナルは過去にベックで出した答案練習課の問題を入れています。なのでこの左の問題がちゃんと解けるようになれば、過去問は解けるようになるし、また答案練習会模試の問題も解けるようになってきます。まずは復習の時には左側の問題を一回解く、で間違えたら右をチェックする、でこれで一回の講義の復習をおしまい。そして次の講義でもまた右のページの説明を聞いて、でその後左のページの問題を解くと。で、間違えたものは星を見ながら確認していく。という作業をやっていてください。そしてできれば並行して終わったものに関してのこの左側の問題を解いていってほしいんです。はじめは間違えた問題。チェック等をかけてね、間違えた問題に特化してぐるぐる回してください。試験勉強は基本的にはできないことをできるようにする作業です。できないことをできるようにすると点が上がります。そういう形でまずは1回やったらできないものにチェックをして、2週目はできないものをずっとやってください。で、3週目は一旦もう1回全部やってみる。で、4週目はまたできないものをやっていくと。ある意味一つの分野について3回4回やっていけばだんだん固まっていきます。というか毎年出るところですから4回ぐらいやってもお釣りは出ます。ぜひそれだけガッチガチにね、毎年出るところを固めていってください。はい、ではこれから講義の方始めていきます。まずは会社法商等法で毎年出る分野がどこなのか、それを説明していこうと思います。ではまずは本日は設立の部分から見ていきます。このレジュメ自体は会社法と商等法を一挙に学べるものとして作っています。ではこちらの、ね、冒頭の方から見ていこうと思うんですが、別居でその板書があると思いますので、そちらの方を見てもらっていいでしょうか。板書の1枚目、2ページという部分です。設立手続きの大雑把な部分を確認していきます。会社を作るまでにやるべき作業というのは、まずは定款を作る、ルールを決める、そして出資、お金を払ってもらう、ルールを決める、お金を払ってもらう、そして動かす役員を決める、で最後登記する。これで会社が出来上がります。ちなみにこの過程の中で3つチェックが入ってきます。定款を作ったところで交渉人のチェック、交渉のチェック、出資のところで場合によっては検査役のチェック、で最後に登記するギリギリでしょうか、取締役監査役による設立調査というチェック、そういった3つのチェックが入ってきます。ちなみにここで登記が入ることによって会社ができます。で、会社ができた後に従業員を雇い入れたり、店舗を借りたりする営業の準備に入るということになるわけです。ではまずこの定款作成の部分から見ていきましょう。レジュメ5ページの下の部分です。
株式会社定款の絶対的記載事項1から6、一つでも逃すと定款がアウトになるというものです。指折り数えて覚える人は特にありません。ここは理解的からも構いません。目的、称号、本店所在地、このあたりは、まあ、どんな法人でもまず書かされます。で、この本店所在地、ちょっと注意があります。身の論点、本店を国外に置くことができないという過去問があるんです。あの理由はね、民事訴訟の管轄なんですよ。会社関係の訴訟って本店所在地の地方裁判所に訴えるじゃない、訴えるんです。株主総会決議取り消しだとか合併無効とか、そういった訴えに、例えば会社の本店を、ハワイオアフ島にしたとしましょう。そうすると、ハワイオアフ島を管轄する日本の地方裁判所に訴えると、どこだそれはと。そんなもんないんですよ。後々の訴訟との絡みがあるため、本店は必ず日本国内に置かなきゃいけません。戻りましょう。次は3、発行可能株式総数、発行できるマックス値です。ただ中を見てください。原始定款、交渉人に持っていく段階の定款、そこにこちら可能数を書いても書かなくても結構です。私が勉強した時はね、可能数は交渉に持っていく段階で書かなきゃいけない、マストだったんですね。で、結果何があったかっていうとね、可能数、当時名前違ったんですけどね、可能数1000でいっぱい買われて、いきなり積みが1000、設立後から定款変更待ったなしということになって、あの18年改正時点ね、実務会からの要望で株式数が決まってから可能数を決めたいと、買われる株式数が決まってから決めたいとっていう要望が出てきたため、こちらね、原始定款で書かなくていいと、後々で決めればいいですよっていうふうに書いたんです。次、5番、こちらですが、いくら出資されるかという部分ですが、特にここの最低額って意識して、最低いくら集めるぞと、最低でもいくら集めるぞとってことまでは決めるんですよ。ズバリいくらでもいいんだけどね、現実は最低いくら集めるぞの方が主流です。で、この最低額集まんないと設立無効になります。はい。で、最後6番、発起人の氏名または名称及び住所、誰が発起人なのかということを書くと。はい、よろしいでしょうか。で、この絶対的記載事項、入ってないものがあります。資本金です。あの、もし資本金を定価に書いたらね、募集株式発行は絶対定款変更になっちゃうんですよ。取締役です。定款変更するために特別決議ではやってられません。では今度はページの方はちょっと進みまして、7ページの表に行きましょう。物語としては、交渉、発起人が定款を作る、そういったらそれを交渉役場の方に持ってってチェック、認証をかけてもらうと。その部分の論点がこの右の方に載っています。管轄上下読んでみてください。管轄が決まってます。そしてこの管轄外の
認証はアウトです。まあだからなんですけど、やっぱね、都心の交渉人ってやっぱお仕事が多いんですよ。都心のってやっぱり会社の設立が多いから。次、嘱託の方法で、これ2タイプあります。今定款は書面で作るというよりもね、データで作る方が主流なんです。実はデータで作るとね、印紙4万円分の印紙を貼らなくて済むんですよ。設立するときはこの、いかに、ね、費用を抑えるかというのがポイントになると思います。だから今の主流は下のね、電子定款なんです。じゃあまず上から書面。書面の場合はね、日通を提出する必要があります。電子定款、この場合はデータを送信します。で、交渉役場ではそのデータを見ながら確認をしていくわけです。じゃあこのね、電子定款で作った場合って添付書類で何つけるの？超ざっくり言いますとね、データを登記申請の時につけるか、紙かどっちかなんですよ。丸1、データであれば何の問題もなく OK です。2と3、紙については場合分けがいります。で、紙については誰が作ったかで場合分けなんです。交渉人が作った紙、これなら問題なし。一方、発起人が作った紙、証明付き、残念ながら信用できません。元のデータと同じかどうかの信用ができないので、これは許されません。では次の表に行きましょう。ちょっと脱線です。交渉の認証を受けた場合って、その後定款って変えられるかって言ったら、基本変えられないんです。認証ってチェックを受けるっていう要素もあるんだけど、もう一つはね、内容を保管するってところに意味があるんです。交渉人のところに認証があって、交渉役場に置いてる紙、持って帰った紙、もしこっちに手を加えた場合ね、こっちを比べて、あ、手加えたね、内容違うじゃないと、あとあと手が加えたかどうかがパッと分かるようにするためにね、認証ってことをやって交渉役場に保管するんです。もう大前提なのは、一旦認証を取ったら変えてほしくないってことだね。変えてほしくない、だから変えたらバレやすくしてるんですよ。で、基本変えたくない。で、変えていいケースが全部で3つあります。で、この3つは絶対覚えてください。この表は覚える表です。1、変態設置事項について裁判所の変更決定があった場合、まあ裁判所が関与している、まあこれはしょうがありません、変えるしかないんですよ。2、可能数は後から決めることができます。後から変えることもできます。もともとこれ可能数は後で決めていいよって言ってるんだから、これも OK です。そして次、募集設立、1個目読んでみて。創立総会の場でみんながいるところで、ね、決議したんであれば不正はない。あとちょこちょこと変えたのになんない、不正はないんで OK としました。これが変えられるケース3つです。具体的に3つ自分でも言ってみて。変更決定、可能数、創立総会と、
この3つしか変えられないと。で、この3つで変えた場合の処理ですが、中の1を見てください。認証を取る必要はありません。3つ覚えたでしょうか。左側のページのね、こちらの方の会社法の一番って問題、検討してみて。これもちろん×です。変えられるケースが3つ、この3つのどれにも当たってないから誤りです。そう答えるのが会社法の王道なんです。ダメな勉強法はこの足を覚えることです。この足を覚えたって同じものを来ないと答えられません。一方、この表を覚えている方は今の問題も解けるし、ミスの問題も解けるんです。会社法を苦手にする人、いろんな理由があります。イメージが持ちづらい、分かりづらい、もちろんその気持ちは百も承知で分かります。でも多くの方はほとんどはね、覚えることを覚えてないんです。理解できないから覚えない、覚えたくない、もしくはね、理解できれば覚えられるようになるんじゃないかというね、甘えから来てるんです。この科目だけは違います。他の科目はね、理解する、暗記している状態になる、これは見込めるんです。この科目は覚えるものを覚えないと理解ができません。会社法についてはいろんなところでこちら、ね、この表は覚えるようにと言ってきますので、ぜひね、そういった部分は積極的に覚えていってください。では9ページの方に行きましょう。で、9ページ。また講師の認証を変える、定款を変えるという話なんですが、ここで言う定款を変えるはね、ちょっと注意してほしいのがね、変えられるけど再認証がいる、また金取られます。変更なのか作り直しなのか結構微妙なところです。左側縦に読んでみてください。はい、発起人がみんなで同意して再認証を取れば変更ができますよと。お金はかかるけど変更はできますよと。一方です、もう一個先例があって、右の方、昭和31年の先例、縦で見てやってください。で、これですが、ポイントはね、無効となっているのがね、ここなんですよ、ポイントは。献血するっていう部分なんですね。これね、絶対的記載事項が欠けているということは、この定款はそもそも無効なんです。で、無効な定款って何やったって無効なんですね。はい。ってことで、初めは有効で手を加えるのか、初めが無効で手を加えるのか、そこは違うんだってことね。今日の演習の時にね、はじめ有効な定款に手を加えようとしているのか、無効なものに手を加えようとしているのかと、これを必ず
見極めて問題の丸バツを答えるようにしていってください。では次の表です。作った定款はどこに置いとくのと。まず下の表から。設立後。設立後はどこに置くのっていうと、本店と支店。ちょっとこの支店マークしといて。普通備え置きってね、本店だけで許されるんですよ。支店にも置かなきゃいけないと。いうことで注意が必要です。そして次、真ん中、閲覧請求権者。株主、債権者、親会社社員。この社員というのは出社です。親会社の出社のことを言っています。で、この親会社の出資者もできるんですが、この時は許可が必要です。なんで出資者、あなたが見るんですかと。親会社が見れば十分でしょと。で、閲覧請求権者、いつでも OK。ちょっとこれ今、下の部分もう一回覚えてみて。じゃあね、これが設立段階はどうなるかと。っていうと、これね、まだ本店がないんで、本店って言えないんですよ。だから、発起人が決めた場所となるんです。閲覧請求権者。これね、設立前だから、これがまだ分かんないんです。ないんですよ。株主しかいないんです。株主しかいない。てかまだ株主でもいないんですよ。株主となる可能性がある人が入ってきます。で、一番右。閲覧ができるもの。時間はいつでもと。はい。ということで、こちらも覚えていれば分かるところです。ぜひこの表も覚えていってください。では次は11ページの方に行きましょう。ここも覚えるという形にしてください。覚える、この、ね、表の部分を隠して宣言する、この網掛けの部分、灰色部分以外を隠して言えるようにする、そういう作業をぜひしてください。位置づけは何かというと、可能数、これは原始定款で決めなくてもいい、後々決めればいいですよとっていう内容でした。じゃあそれはいつまでにどうやって決めるんですかと。縦に見ていきましょう。これは会社成立時点までと設立登記申請までに行う。そして決め方は発起人全員の同意です。もともと定款自体は発起の全員の同意で作ります。変えるのも全員の同意です。一方、これが募集設立になるとね、上は同じなんですが下が変わってきます。全員の同意、創立総会の決議とあるんですが、これはどちらでもいいではないんです。時期で変わってくるんです。その中の2を見てください。
払い込み期日が来た後、払ってる人がいるんですよね。その払ってる人がいるんだったら、その人を無視して変えることはできません。前だったら、発起人だけで変えられますか。あとは、払っている人を考えて、その人を含めて、創立総会で決める必要があります。発起人の同意とは限らない。創立総会の決議になることがあるってことね。ちょっとこれで、左側のね、2番かな?左のページの2番の問題、検討してみて。これは後なんですから、こうではなく創立総会の決議ですよね。またこのページの8番下の方の8番の問題を検討してみて。募集設立の場合は、発起人の全員の同意もあり得るし、また、創立総会もあり得ます。だから、発起人の全員の同意書を添付しなければならないと言っているこの話は、誤りとなるわけです。